は？脱出しろ。お察しの通り、黒マスには入れない。あと、移動は上下左右のみにしてくれ。出口あるの？一箇所だけある。画面の前のあなたに補足すると、あいつには自分の上下左右の4マスしか見えない。じゃあ、スタート。行き止まり。頼む、逃げー。今何か言った？いや。行き止まり。この辺り全部行き止まりだったの？運が悪かったな。出口ここか。ふう、お疲れ様。今のが、深さ優先探索、略して DFS。え、普通に歩いただけだけど。まさに、迷路を普通に探索するのが DFS。もう少しちゃんと言うと、行き止まりに突き当たるまで進み続けるのが DFS。はい。疑似コードを書くと、こんな感じ。素直に Python って言えば？ Python を知らなくても読める程度に単純だぜ。実行される様子をこの迷路で追いかけてみる。まず、マスにこんな風に番号を振っておく。スタートはもってことだね。N は20かな？ああ、マスの個数だぜ。最初の行で、全部のマスをまっさらにしている。まだどこも訪れてないってことだね。さて、最初の行の次は最後の行が実行されて。DFS5？ メインの関数に入るぜ。まず、このマスを赤く塗る？もちろん。で、G5 は5番のマスの上下左右のマス一覧。そう。今回は、0が前にあることにする。0はもちろんまだ訪れてないから。訪れていいよね。訪れたから赤く塗るよ。あとは任せたぜ。1は訪れてないから。訪れるよ。赤く塗って、0は、もう訪れてる。ってことは、DFS1 はもう終わりで、DFS0 に戻るよ。1はもう済んだから、次は5だけど、5ももちろん訪れてて、DFS0 も終わり。やっと最初の DFS5 に戻ってきたな。次は10だね。赤く塗って、11にはまだ行ってないから、行くよ。あのさ、そうだな、この辺にしておくか。これを続ければ、11より右側のマスを全部塗りつぶして、最後に15に行くね。以上、再起による DFS の実装でした。他にもあるの？再起の代わりに、自分でスタックを管理してもいいぜ。スタック？書類の山みたいなもの。なんとなくわかった。肝心なのは、一番上の紙しか取れないこと。一番下の紙を取るには、全部取るしかないね。もちろん、追加も一番上にしかできないぜ。さっき見た再起も、スタックに強く依存している。上から下に伸びる書類の山だね。というわけでこれも再起と大差ないが、ともかく実行してみるぜ。スタックに5だけ積まれた状態でスタート。で、この5はすぐに取り出される。5はまだ塗られてないから、赤く塗って、5とくっついてるのは0と10。0は塗られてないから、スタックに積む。10も塗られてないから、スタックに積む。これで5については一段落したな。スタックの一番上は、10。あれ、さっきは0が先だったけど。再起と違って、スタックに積んでから移動まで間があるから、実行順は少し変わるぜ。まあ、続けろ。10は塗られてないから、塗るよ。10とくっついてるのは11と5と15。11は塗られてないから、スタックに積む。5はもう塗られてる。15は塗られてないから、スタックに積む。また一巡したな。今スタックの一番上にあるのは、15。ここゴールだっけ？忘れてくれ。15は塗られてないから、塗るよ。15とくっついてるのは10だけ。10はもう塗られてる。さて、スタックの一番上にあるのは、11。最近とちょっと違う動きをしたね。11は塗られてないから、塗って、11とくっついてるのは12と10。12は塗られてないから、スタックに積む。10はもう塗られてる。それで、12を取り出して、DFS飽きた。じゃあ、もう一つのに移るか。もう一つの？スタックの代わりに、9を使ってみる。9って言いながら違うの使ってない？それは、気にするな。ともかく、これで幅優先探索、略して DFS に早変わりだぜ。で、9って何？スタックと似ているが、一番下からしか取り出せない。下順に片付けるって感じ？そうだな、スタックは割り込み上等だぜ。じゃあ、5番のマスから実行してみろ。さっきと違うのは、取り出し方だけ？ああ、5を取り出して、5は塗られてないから、塗って、5とくっついてるのは0と10。0は塗られてないから、9に入れる。10も塗られてないから、9に入れる。一仕事終わったな。9の一番下は、0。0は塗られてないから、塗って、0とくっついてるのは1と5。1は塗られてないから、9に入れる。5はもう塗られてる。さて、次は、9
9の一番下は、10。ああ、これは今までにないパターンだね。深さを優先するなら1に行ってたとこだな。10は塗られてないから。塗って、10とくっついてるのは11と5と15。11は塗られてないから、9に入れる。5はもう塗られてる。15は塗られてないから、9に入れる。次は？ここで1だね。1は塗られてないから、塗って、1とくっついてるのは0だけ。0はもう塗られてる。次、11は塗られてないから、塗る。11とくっついてるのは12と10。12は塗られてないから、9に入れる。10はもう塗られてる。で、次は、15。BFS飽きた。こんな風に、水をこぼした時みたいに探索領域を広げていくのが、幅優先探索だぜ。これなら遠回りしちゃうことはないね。だから、最短経路を知りたければ、DFS ではなく DFS を使う。それだと、DFS の方が DFS より便利そうだけど？そうとも限らない。少なくとも、再起で簡単に実装できるのは DFS だけ。それだけ？いや、DFS には無数の応用がある。だが、それを説明するには、この動画の残り時間は短すぎる。じゃあ、また今度ね。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。